それでは作品に色塗りを開始します。手作りイーゼルも手作り、この木製パネルは自分で買いまして、下地塗りをしています。でイーゼルに、絵を木製パネルを留めるためにこうクランプをつけています。これ全部手作りですね、ほとんど。それでは、作品作りをいろいろやってきましたが、切り絵、ジオラマ、立体的なことをやってきましたけども、作品作りを始めて、自分でもびっくりしましたが、12年目にして色を塗ります。さて色を塗っていきます。とっても刺激的な絵にしたいと思います。